かえ、イガイガさんは。なんでこの島に働きに来たの？すねに傷持ってるっつうか、トンボ？ようこそ、火の島へ。トンボは、この島でたった一人の中学3年生さ。今日は玉転がしはいかねえのか。懐かしい、MTN3 か。まさか、このクラブだけでゴルフを覚えたのか。雨降り前のツバメみたいに風の下を潜ってけ。意外がってすごいんだよ。田舎は覚悟してたけど灰色の目をしてるよあいつは。意外が、今日はワンホールしか遊べなかったけど、今度はもっといっぱい遊ぼう。何もない島に来たと思ったら、あんなすげえゴルフコースがあって、あんなゴルフをする女の子がいて、トンボ、この子は一体。こんにちは、大井トンボ役の林理香です。よろしくお願いします。私が演じるトンボはトカラ列島日の島で育った少女です。三鉄、いわゆる3番アイアンを巧みに使い、島のコースで磨いたゴルフの技術は天才的。しかし精神爛漫な姿の裏には悲しい過去が。意外がとの出会いをきっかけにゴルフに対する気持ちが変化していく、そんな女の子でございます。トンボちゃんはですね、すごい目がキラキラとして、なんか伸びやかに生きてるパワフルな女の子だなって思いました。私自身まだまだ未熟なところがたくさんあって、たくさんの人に支えていただきながら、やらせていただいてるんですけれども、トンボと一緒にいっぱい成長できたらなと思って頑張っております。聞いてほしいというか、もう見ていただきたいっていうところはやはりゴルフシーンでございまして、アニメならではの躍動感に皆さんもぜひ興奮していただけるのではないかなと思っております。はい、アニメ大井トンボ、まもなく放送開始ということでございます。皆さんにたくさん感動していただけるように頑張っておりますので、ぜひお楽しみに。五十嵐役を演じる、トーチヒロキです。私が演じる五十嵐、通称イガイガは、職も家族も失い、広島の施設管理人として、島にやってきた元プロゴルファーです。トンボと出会い、トンボのゴルフに触れたことでゴルフへの情熱がよみがえります。彼はトンボのゴルフを島の外に広げたいと思っているようですが、果たしてどうなるのでしょうか。明けっぴろげな、ちょっとだらしない感じの、人なのかなと思って、あの絵を見たとき、そう思いました。やっぱりその第1話が、その島で、大自然の中で動き回るトンボ、それを見て、元プロゴルファーだった五十嵐が、感銘を受けるというか、ゴルフに対するなんか情熱を読み戻すというシーンがあるんですけど、そこはなんか、すごく、島の綺麗さと広大さで、大自然に触れてそこでのゴルフの魅力とかが第1話にすごく詰め込まれているので、そこをぜひ見ていただきたいです。こだわったというか、その五十嵐という役自体が元プロゴルファー、自分の思いとは関係なくプロゴルファーを続けられなかったんですけど、その彼がもう落ちるところまで落ちて、人生をもうほとんど投げた状態で来て、それなのにゴルフをもう一回やるっていうところの少しずつの変化というか、そのなんか兆しをうまくなんか見せられたらいいなとは思いました。そうですね、このテレビアニメ大井トンボ、なんか老若男女誰でも楽しめますし、多分ゴルフのことを知らない人でも全然楽しめるアニメになっていますし、何でしょう、なんか、こういう漫画の王道を言っていると思います。出てくるキャラクターがまたみんな面白くて、これからトンボのライバルになっていくキャラクターもすごくもう綺麗に描かれているので、細かく皆さん多分楽しんでアニメに集中できると思うので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。